お疲れ様です。今日はですね、こちらディガロケやっていきます。さあ、ロケ削りデッキですね。はい、まあ、いつも時代も一定数いる戦術ですね。はい、で前シーズンとか前々シーズンはまあなんかプリンセス入りのね、まあダガガルが強かったんで、まあディガはいらないよねみたいなデッキだったんですけど、まあこのね、そのダガーが流行る前に流行ってたディガロケをね、今日やっていこうと思います。まあディガーでネチネチ、はい、ちまちま削りながら、まあ最終ロケでも削れるしみたいな、なんでダガーやねんっていうディガーの刺さりが悪かろうが多いっていう話ではあるんですけど、まあ守り固めにはなっております。はい、マジアチャだけ嫌だな。おう、そう、え、珍しくね。トリトン工場なんてデッキあんのか。トリトン工場、いやもうこれダクプリちょっと残ったら強そうじゃね。え、事故るぞこれ、熱い。エレスピの関連、はい、あー、いや入ったな。さあ悪くないでしょうと。まさかのダガーガール来たわ。いやー、ダガーだとね、ちょっとティガーあんま刺さんないんでね、嬉しくはないんですけど。やべやべ、いて。まあ囲もうと思えば囲めたんですけど、下手だったな。さあペッカらしいトリトンいたな。まあエレジアイとかが相当嫌いなんだろうね。まあでも陸域はやや豊富ではあるんで、どうにかして耐えたいところではある。おお、まあスケだとねザップ打たれちゃうんでと思ったんですけど、いや豚多いな。めっちゃ来るな。いや穴雨ね。いやー、マザネクウィザードのトリトンペッカか、なんかちょっと特殊ではあるか。いやマザネク嫌だな、地味ね。いや単品ディガー飛ばせないとね、このデッキの強みないんで、ちょっとあれですけど、もう次ペッカに打ちます。ロケ、はい、ペッカの HP 削れることに価値あるんでね。まあ、あとは守るしかないです。はい、守れっかな。まあ守るしかないか。進化工場ね、おもろいな。ウィザードもいるもんな。いやー、まあ耐えてはいるが、削んなきゃいけないんだよね俺。おいしいか、許容できるっすね。右の方が嫌だな、てか左の方が削れてんな。なんでクラロあるあるね。でこれトリトンケアも行きたいけど、いやもう削るか、普通に攻めて。ワンチャンダクプリ事故らん。いやー、テスラ置いとくか。怖っ！ちょ、マジでやばいな、これ。守れるかな、俺。逆サイがね。てか、ヤナアメボイドか。あっつ、それ。え。ザップじゃないことがね、今さら、になって分かりましたんで。こうなればね、スケドリームあるやん。いやあれはもう打ちますね、邪魔なんでね。ペッカあとロケット2周ね。ワンチャン今ぶん回せば間に合うかな。いやおとなしく守ろうかな。ビビる。いやーまあめんどいよね。豚がやばい。いやーでもデリバリー硬くてマジで幸せだな。防衛
に関しては最強なんだね。さあカウントダウンですよ。ロケットね、はい、おめでとうございます。いやマジで防衛だけは一丁前なんでね、デリバリー。さあナイス。いやダークプリンスはね、なぜダークプリンスなのかわかんないんですけど、このデッキはよくダークプリで使われるっすね。マジなぜだかはわからない。バルキリーじゃダメなんだろうな、ちょっと攻めたいみたいなね、ダークプリで。まあ、あとシールドがついてるぐらいか、違いだと。まあ相当スパーキーが嫌いだったとかかな、このデッキの開発者がね。まあなぜかわからんがダークプリですね。よいしょ。ネチ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 。いやーこれ先テスログの怖えか。はい、うちの LSP ね、エネルギーないんでね。エリートワイルドカードが足んねえからさ、プリンセスタワーまで届かねえんだ。逆に金魚とされないっていう恩恵もある。え、ジャイにトリトン入ってるよ。え、これ当たる？さすがに。いいね。さあ積極的に打っていきますよ。タンク系もね、 HP だいぶ溶かせるんでね。トリトンかこれ。あー激しそう。ワンチャンのバルーンもキアのずるくないですか、なんか。初見殺しジャイモンクみたいな。さすがに痛いよ。あんま入ってほしくない。オッケー、 LSP ナイス。さあジャイモンクトリトン、まあただのジャイか。はい、なんかダガー環境で流行ってたジャイですね。はい、もうダガー環境終わったっていうのをね教えてあげようかね。デリバリーまずいね。デリバリーじゃねえよあれ、文句。やめて。うっ、にん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 いやー文句だるいな。文句にロケット打ってやろうかおい。ふふふ、ざっけんなよ。いやこれにさ、うお、今ロンク、これロケ誘ってるよ絶対。文句出てくるのは異常だったもんな、速さ。いやめんどくせえ。ふふ、全然固まらんやん。進化テスラに大きい。いやマジ文句強すぎるな。やれ、ローキー打ちゃよかった。鳥撃ち落とされたいだろう。鳥は空ばっか飛んで飛ぶの疲れただろお前、絶対撃ち落とされたいだろって話だよね。まあ、一旦なんかビビってディガーボーイとかしとこうかな。本命は多分右だと思うんだよね相手。ああめんどいよなもうそれが、ほぼ文句やん。やってること、いやーいいね。いや全然止まんな、文句削りだけ。文句削りだけ怖いな。フェニックス来てロケット打ったら文句出されて反射みたいな、それだけマジで怖いんだよな。ダークプリをそんなね簡単にね捕まえさせないわよと。いやーダークプリを高回転で出しまくると強えな。まあさすがが止まるんで多分。いやーいい。え、買った。ジャイってこんな硬い。ダブルダクプリ言うことあんま見ねえからちょっと重いぞ。ダクプリババ囲みたいね、ワンチャン。いやー突破できねえけど、あれさすがに鳥撃たれたいだろお前そろそろ。あー危ねえマジ怖すぎる。すげえ誘ってくんないて。いやー一応トリトンから一番遠めのとこには出してはいるが、さすがに本命はどっちだこれ。最強テスラ強すぎる。一応ロケ2周ではありますね。
やべ、これ卵の殻でさ、やべ、卵の殻が強すぎる。541か、わかんねえな。ワンチャン一発でも入れば、ふぅさあ、ナイス。いやー、ガッチガチですよ基本的にはガッチガチですよ。なんかマジックアーチャーとかね、ロケットなんてそういうのがきつくはなってくるかな。まあプリンセスターだとね、単品でディガー飛ばせるんで幸せっすねーとか言ってたら、ダガーじゃねえ、ブラスター来たわ。なんでやねん全然マジでなんでやねんって。コウモリ、ギャング、いて、 M、 そっちから、なんでその削れてない側から殴んねんっていう。ヤリゴブギャング、あー、もうゴブジャイ PP 的な。コウモリいたしな、あー、絶対そうやん。え、多分そうね、まあ、ギャングに打っとってばいいな。ゴブジャイ PP や、ヤリゴブギャングコウモリ、なっついね。こういうデッキも強そうね。今でゴブジャイ進化か。いや、まあボルトだけだるいよな。一応ケアします。コウモリ、まあまあまあ、守れば相手はハイボザップとかヤナメザップぐらいしか呪文ないと思うんでね、守りたいね。いや、これやばいね。エレスピデリス咲いたらコウモリが、そうでもタゲがいい。おデブちゃん、うん、え、なんでなんでそれ勝ったんっていう話を本気で聞きます。いやー、これタゲ取れんか、たまたまダクピーの、うーん、惜しいね。まあさすさすがにサイドはどっちでもいいんか。もうこれ左でいいか。ああ、めんどいな。まあケツから来たらロケ打つけどな。この辺にやりゴブとかコン、まあ、ウッドとかも使っちゃおう。だっていっぱいあるもんないやー、この地味にいてんでね。いやー、ロケこれ俺の若さで間に合うか、ちょっと怖かった、やめとくわビビった。プリンス当たんなかったらさすがにいてたの。ザッパったんで我慢するか。これやべ、エナチョコ進化スキ来た。こんなとこに進化スキ出すやつおる、逆にみたいな。いやー、なんか攻めれねえな。結構陸行き豊富なんでね、相手どうしようかなーって悩んでいる。打っちゃおうよし、いいロケットや。あー、そのコウモリうまいね。あー、でも全然強かった。ダクプリいた、もうやりごみだ。うわー、ブラスターやだ。タワーがちょっと違うだけでこんな戦いづらいもんなんだ。さすがに当たって、当たって、当たってっていうか、当たるのが当たり前ではある。よし、いやー、つえー、進化ですら。ゴブジェイ、これゴブリン出てきてももう気づいたらいねえもんな、ゴブジェイが。こういっぱい出しておいてね、親気づいたらいねえかんなもん。 HP ローだかんな。頑張ってんだよゴブジェイも。いやー、まあロケあれ打てないんでね、俺右だし単品弱いし、正直守ってロケットだけ打っとこうや。俺がLSPを抑えたら徹底してコウモリ投げてるっすね。打っちゃって大丈夫俺マジで怖すぎる、このロケット。俺許されるかな。いや、許せって話だよ。
関係ない飯を。いや、進化テスラ最高だな、あいつ。ごめんこのギャング一発でも入ったら負けるっていう、いや怖っナイス。いや、ジャイキーは止めやすいのか。なんか直接ねダメージ与えれるカードが来ると怖いな、スケラとかね。ちゃんと川を渡ってきてくれるデッキは助かるね。お、こ止まる？お願い。頑張れ、スケ、一発でいいんだ。よし。え、美味しくね？あー、でも親衛隊か、これ。ギャングウォールブレイカー。おい。親衛隊ちょっとめんどいな。バルキリーがいい。ポイズンがいい。まあでもテスラいっぱい生やして、どうすんのがいいんだろう、わかんねえが。え、僕のことあんのこれ。まやばい、オールブレイカー来たら痛い。ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、びっくりすぎん？ホグなことあんの？なるほど。面白いね、君。まあでもこれ種が分かってしまえば、あなたは後悔することになるだろう。よし。左だけ守ればいいんでしょ？右にホグ来たらまあ適当に許容しておけるか。まさかのホグのパターンだな、これ。いやー、まあロケコンもめんどいんですけどね。まあ、全部めんどいんですけど。山見つかったぞ。そう簡単に処理はさせねえぞ。うわぁ、強っ。どうなってんだよ、進化ウォールブレイカー。てかウォールブレイカー、え、そのサラハインドどうなってんだよ。ウォールブレイカーホグ親衛隊。いやぁ、まだ、あ、もゴブギャングで頑張れるか。マイティもいいんだ。まあ許容が命ですよね。裏にしとけよかった。少しずつ追い上げちゃうよ。いや、今の一発入んのよくねえな。いや、相手左からちょっと右も視野に狙ってきてんな。嫌だな。嫌だなこれ。高めテスラにしちゃう。いや、ロケホーム嫌だな。いやー、だるホグライダーなんでホグライダーなの、ワンちゃん。ギャングいるんで、これギャング芝生用のウッドです。来ねえんだ。進化スキー弱えな。
いやもう一発は間に合わねえか。なんでホグやねなんでホグやねこれなんだっけ、テンプレスケバレか。あースケバレがさよならしちゃったらしいね。びっくり豚野郎がそんなことあんのか。まさかのね。いやあれは警戒できないよね。誰ばばロイかな、チアンスケラかな、その辺ぐらいしかなさそうだけど、っていう考えが良くねえのか。ダルババだけどホグライダー来ちゃうみたいな話があんの。撃っちゃうよベイビドラめんどいんだね。スケラや、スケラもめんどいな。まあデリウッド強えよな。でもあえてさ、やりすぎじゃない？タルババ、あー、墓石。え？俺のディガーの位置良すぎたらしいぞ、実は。え？でかディガー削りでこんな削れんの、でかすぎるだろ。え、美味しいのこれ。ワンちゃん？いやーまあいいか。あーなんかダークブリがすごい、すごい。え諦めるの早くね諦めるの早くね本当に。俺だってロケット3回撃たんといけんかったぞ。ちなみに今からロケットを3回撃たなきゃいけないんだ。大変なんだ実は、ね、え（笑）まずはメンタルトレーニングからやろうか。え、でけえなぁ。ちょっと怖かったよなぁ。まあでも、だいぶ入ってた方か。結局、テスラ置いて、ベビドラも仕分けて、最悪ロケ防衛。ロケ防衛しちゃいけんか。削れねえな。まあでも、テスラ置いて、デリウッドで、スケラもほぼ完封できるんでね、LSP もいて。まあ、メンタルトレーニングしようか。さあ、幸せなプリンセスターがいらっしゃいましたね。お。ゴーストロイジェイかペッカか、二択だね。え、三択目あんのこれで。何これナイトゴーストって何。ペッカか、ペッカですね。ペッカはまあ守れりゃ勝てるし、守れなくてもなんか勝てそうじゃね。いけダークブリー、うーん、ザップナイト。あ、まあ、進化ナイトがだるいぐらいか。これ削りたいな、ちょっとでも。一個も削れてないのしょっぱいんだよね。よし。300、280ね。まあ、ダクプリで受けて、おー。おー、おもろいな。おもろくはある。やべ、いて、ワンちゃんめり込んだらな。え、進化スケなんかザップからはみ出るよな、はみ出やすいよな、てかむずいよな、エイムがね。あ、うちの LSP 弱いんです、どうもこんにちは。さ、マザネクのナイトだ。なんか変なペッカだな、マジ。形は無限か。もうマジックアーチャーいねんだな、ペッカに。かわいそうだな。え、てか、ユーノもいた？これ、対空マザーネクオンリー説ある。てか、なんならペッカじゃない説まである。なんか独特すぎん？ナイトゴースユーノなんてことあんの？覚えてくるやん、こんなん。こんにちは。今度ね。え、これ、対空マザーネクだけ？いや、さすがにヤンキーか。
え、でもゴーストユーナ工場でないと言うんですよ。いや、ペッカもいいの。え、対空マジでマサニクじゃだけじゃん。嘘じゃん。え、ラバ来たらどうする。ラバハンドまだ見たことねえか。え、いや、呪文が一枚の未来もあるか。いやー、ないと嫌だな。もうナイトに打っちゃう。いや、大工マサリクだけなんてことあんのかな。いや、でもあるんだろうな、それが。これすごい低めに来たな。やばい、マサリクでだるいんだよね。でもね、やべ。いやー、まあ言うてか。いやー、本当はペッカとかにもロケ打ちたいんですけどね。サイド逆なんで。まあ、高めマザネクがしょっぱいです。無限にリカールぞ。相手もだけど、ロケ打つのはヤンキーか。やめとくか。自分がやられざってだもんね、相手。オーケー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 、守れー。いや、攻めちゃうわ。守るだけじゃつまんねえだろ。進化スケ伸びるねあんた。いやー、アホかてーだろうな。相手もこれ発狂だろうな。どうなってんのって、君のロケット打っちゃったりして。そんなこともできません。ロケットの大きさまで変えれちゃいます。グッドゲーム。いや、でも対空マザネクだけなの、おもろいな。そんなことあるんや。陸でね、モリモリ行きたいってことよね。